ピンスの角度は30度、どうもイケメンです。はい、ということで今日はですね、有言実行でございます。ついになんですけれども、カプセルホテルに泊まりに行っていきたいと思います。前にね、動画でカプセルホテルに泊まってみたいんだよねみたいな話をしてたと思うんですけれども、今日はですね、ついに一人で行っていきたいと思います。女の子一人でね、カプセルホテルって割とね、本当に勇気のいること で、私も今までね、いろんなこと一人でやってきたんですけど、泊まったことなかったんですよ。なんでね、今日は泊まりに行っていきたいと思います。それでは、レッツラゴー。ちなみに今日はですね、皆既月食らしいんですけど、全然わかりません。今日はですね、こちらのファーストキャビンさんっていうカプセルホテルに泊まっていきたいと思います。まあ、正確にはですね、カプセルホテルではないみたいなんですけれども、区分としてはカプセルホテルになると思います。入るとこんな感じで、結構エントランスはね、しっかりしてますね。で、こちらですね、女性専用エリアっていうのが分かれてます。このカードキーをかざして入る形になります。で、まあ、カプセルホテルの特徴としてはですね、こういう感じで鍵がなくって、簡易的な仕切りのみで分かれているホテルになります。で、今回私が泊まるのはこちらのお部屋です。ちょっといいクラスのお部屋でございます。やったね。結構ね、思ってたより広かったです。今回ですね、作業したりするのに机が欲しかったんで、テーブルありのお部屋にしました。そう、鍵がねないので、本当に女の子はマジで気をつけてください。まあ、ここはね、男女分かれていて、セキュリティカードがないと女性のエリアには入れないようになっているので、まあ、安心なんですけれども、そうでないところもたくさんあるので、気をつけてください。じゃあちょっとね、コンビニに物買いに行こうかなと。待って、やばい、皆既月食がすごい、みんな見てる。写真撮れるかな。全然写んない。これ私カメラの汚れてるのかな。ここら辺で適当に。あ、でも赤い赤い、わかるわかる。全然 iPhone より頑張ってる。これすごい綺麗、イエーイ。だからね、今回の動画見て、なんかこう愛にまねしようとするとちょっと危険だと思うので、皆様お気をつけください。そうだって、結構私がカプセルホテルに泊まりたいんだよねって周りの人に言ったの、動画の企画で、まあ、マジやめた方がいいよみたいな、結構止められることが多くて。今日はちなみにね、すっごい変な時間にご飯食べちゃったんですよ。なんか4時ぐらいに、めっちゃ美味しそうじゃないですか。そう、やっぱ秋といえばね、サンマだなと思ってサンマ食べました。そういう時間にご飯食べた時の対処法を教えていただきたい。めっちゃコンビニで買っちゃった。1個ね、普通のホテルとやっぱ違うなって思ったのは、冷蔵庫ないです。確かそこは注意が必要だなと思いました。はい、お風呂から上がってまいりました。そしたらね、スキンケアをしていきたいと思うんですけれども、見せる気あんのかな。最近使ってるですね、このダルバのホワイトトリュフファーストスプレーセラムでございます。このスプレーセラムはですね、セラムとオイル2層タイプの保湿ミストになっていて、洗顔とかお風呂上がりに使うことで肌の乾燥を防ぐことができます。スプレータイプで簡単にケアできるから、外出先とか職場でも使いやすくて気に入ってます。化粧水やって、まあ、乳液で蓋をしてスキンケアが終わったので、ゴロゴロしていきたいと思います。なんとですね、このファーストキャビンはラウンジにある本とか漫画を部屋に持ち込んでいいってことだったので、お部屋で漫画を読むことにしました。おはようございます。朝の支度をしていきたいと思います。ということでね、メイクをしていくんですけれども、まずはですね、ダルバのウォーターフルトーンアップサンクリーム、こちらを使っていきます。この季節でもね、やっぱり日焼け止め塗ってます。美肌になるのにマジで日焼け止め大事。これはですね、 SPF50+ PA4+ もあるのに、めちゃくちゃ伸びが良くて、化粧下地としてもね、使用できるんですよ。自然なね、肌感でトーンアップしてくれるから、めちゃくちゃ気に入ってます。今回もですね、下地として使っていきます。今日はね、この後特に何も用事がないので、パウダーで抑えたら休日メイクをしていきます。
だいたい私はマスクの外に出る部分だけですね、目元を重点的にメイクをして終わりにしていきます。結構目元は割とがっつりちゃんとやるかな。でチークもね、まあ、あの上の方だけ見えるので軽く塗ってリップを塗ったらマスカラをして完成です。はい、おはようございます。めっちゃ眩しい。今回は実は初めてカプセルホテル泊まってみたんですけれども、新しい体験だったわ。それではね、今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ楽しそうだなと思ってくれたら高評価よろしくお願いします。そして今日使ってたダルバのスキンケアについては下の概要欄にあるので、ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。